趣味で自己啓発本をよく読むんですが、その本の中で自分に必要だと思う知識をノートに書いたりして記憶しているんですが、その本で得た知識をどうやってうまく活用しているかわかりません。その本で得た知識をどうやったらうまく活用することができますか？できません。自己啓発本のほとんどって役に立たないんですよ。この人はこういうふうにしたときに、こういうことでうまくいったよねっていう、多分なんか、俺成功した歴史みたいなのを書いてる人多いんですよ。俺はこうやって成功したよね、みたいな。でも、お前と全く同じような状況なんて起きねえから、みたいな。まあ、例えば、僕がじゃあ、そのなんか書いてる本の中で、なんかその2チャンネルとか成功しましたとか、ニコニコ動画とか成功しましたって多分書いてると思うんですけど。で、それ別に自己啓発本というわけではなく、多分こういう履歴ですっていう説明だと思うんですよ。で、ただ、このタイミングでこう思って2チャンネルっていうものを作ったんだよねっていうのって、で、しかも世の中にすでにそういう掲示板がいっぱいある状況で作っても意味ないじゃないですか。なので、過去の人がこういうことをやりましたという情報を、いくら知識として知れても、何の役にも立たないんですよ。要はその2チャンネルのない時代に2チャンネル作ったら人は使うかもしれないと。ニコニコ動画のない時代にニコニコ動画を作ったら人は使うかもしれないんだけど、ニコニコ動画のある時代にニコニコ動画のようなものを作ったとしても、それは誰も使わねえだろうって話なので、なので自己啓発本って基本的に役に立たないっていうのをちゃんと自覚された方がいいんじゃないかなと思います。その役に立つんじゃないかと思って自己啓発本を読んでる時点で、多分人生損してるんですよね。なので僕は自己啓発本を買って読むぐらいだったらさっさと寝ろって言ってるんですけど、なので、今も23時だと思うんですけど、別になんかこう、ビール飲んでるおっさんがだらだら喋ってるもの聞くぐらいだったら、さっさと寝て、睡眠時間を多めにとって、きちんと頭が回るようにした方がいいんじゃないかなと思いますけど。